はい、おはようございます。クジラガレージです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、相変わらずまあこのサンバ軽トラのね、水抜き問題、ヒーター問題をやっております。いろんな方がアドバイスをいただいております。参考にさせていただきます。ありがとうございます。ヒーター水抜きが足らんのじゃないかっていうことで、まあちょっともう一回ね、やり直しっていうか、はい、水抜きをやり直したいと思うんやけど、水がどう流れてるのかっていうのを理解しとかんと、たまたま抜けたじゃね、今後のためにもならんと思うんで、水が一体どういう風に流れてるのかっていうのをね、ちょっと理解しようと思います。普通の車、まあこういう Y30 とかは、ものすごく簡単です。そんなに複雑じゃないんですよね。エンジンがあって、ラジエーターがあって、もうそこを行き来してるだけ。で、あとヒーター。まあヒーターがあるんやけど、そのヒーターコアっていうのは、まあラジエーターみたいなもんですね。ラジエーターが2個あるみたいなもんです。なんでそれをまあ行き来してるっていうだけなんやけど、こいつはね、ちょっとまあちょっと別っていうかね、まあエンジンが後ろにあるっていうことと、ラジエーターとエンジンがバラバラ、あと水を入れるところが後ろっていうね、もうかなり複雑、もうそれだけでもうちょっとわけわからんことになってしまうんですよね。普通はラジエーターキャップっていうかね、水を入れるところっていうのはラジエーターについてる、大体の車ラジエーターにそのまま水を入れるっていう感じじゃないけど、まあこれの場合は、ラジエーターは前にあるのに、ラジエーターキャップの水を入れる入り口っていうのは後ろにある。この水が、ラジエーターに行ってるんかどうかすら怪しい。想像や、まあ今のところ想像やけど、この水はエンジンに行ってるんじゃないかなっていう疑惑があります。今の段階で。これをラジエーターまで持っていく必要っていうかね。そんな無駄なことはせんと思うよね。ラジエーターまで持っていくぐらいなら、入り口ラジエーターにつければいいだけの話なの。なんで、これはエンジンに行って、エンジンとラジエーターを結んでるんじゃないかなという感じやと思うんですよね。まずここね。これがラジエーターキャップ。まあ普通の車、ラジエーターについてるキャップ。これがここにある。で、こっから水を入れる。で、どう行くかっていうと、まあ、これやわね。で、この2本、これは何かっていうと、これは、ずっと下に行って、こう行って、ここな、このパイプ、こう行って、これ、ここに刺さってるんです。こいつ、太いのは、これな。こう行って、こう奥に行ってる。はい。ちょっと分かりにくいかもしれんけど、これが、サーモスタット、これがサーモスタットにつながってる、パイプ。ラジエーターに行ってるやつやね。これもエンジンにつながってるやつだな。ここは抜くんよな。全部、さっきちょっとエンジンかけたんやけど、ちょっとまあ、温まってる。どっかで、ここで一回外してみるか。はい、次はちょっと前から見てみよう。どうなってんのか。こいつやばいな。おお、これでだいぶ見渡しがようなったね。ヒーターのパイプ。あ、こっちはぬくいな。けどこっちが冷たいような気がする。あ、でもぬくいな、ぬくいけどな。後ろの座席にも確かなヒーターのあれがあるんやな。あ、ここでエア抜きができそうやな。ここ。こいつでちょっとエア抜きしてみるか。ここでな。エンジンから来る方で、ヒーターから戻る方、来る方を抜こうか。来る方を抜いた方がより確実かなと思うんやけど、よいしょ。
後ろから入れた分が出てきてるっていうことは循環してるってことだね。ヒーター、あったかいのが出てきてるっていうことは、うん、問題ないんやと思うんやけどね。まだこんな色の茶色い水の冷却水が出るっていうことがおかしいわね。まあ、なんとかね、エア抜きというか、水の循環ができたようです。ヒーターが効くようになりました。ただね、ちょっと問題があるのは、なんかわからんねんけど、こっちからが出らんの。ぬるいっていうかね、風が常温なんよね。で、足元にすると、足元はあったかい、あったかいのが出てる。で、ここ、後ろの座席、後ろの座席用もあったかいのが出る。ただ、この前にすると出らん。なんかこの切り替えがちょっとおかしい感じがする。足にしても足は出らんし、このガラスにした時にガラスからは出なくて足から出るっていうね、なんかこれの切り替えがなんかおかしなことになってるっていう感じやね。はい、まあそんな感じでちょっとなんていうの、この切り替えが、なんかおかしなことになっちゃう。ようわからんな、それ。全然わからんけど。まあ、まあ、足から出りゃいいかなと、思います。ということで、まあ、苦労しましたけど、エア抜きが、なんとかできました。ドバッとね、茶色い水が出てきました。やっぱ詰まっちゃったって感じですね。いろんなところのホース外して、抜いちゃ入れ、抜いちゃ入れしながら、だんだんとこう、綺麗にしていくっていう感じで、それで、まあ、一通り綺麗な水になってから、今度、正規のクーラントを入れて、まだちょっと回して、だいぶね、無駄に排出もしたし、余分にクーラント使ったけど、5、6リッターぐらい入れたかな。この野郎は、とんでもねえわ、と思って。はい。まあ、そんな感じで、ヒーター問題はなんとか解決しました。これね、新しいサンバーっていうか、新しめのサンバーとはちょっと、配管の仕方が違うかもしれんけど、この車の水路、もうめちゃくちゃ複雑です。まあ、ここにラジエーターキャップがあるんやけど、これがね、ラジエーターに直接行ってないんですよ。これはエンジンに行ってる。エンジンとヒーターコア、ヒーターホースに行ってる。分岐して分かれて、途中で分かれて、でエンジンから、ラジエーターの往復があるですよね。でまたそれとは別にヒーターの行き戻りがエンジンからあるっていう感じ。これは直接はまあ、その辺でヒーターとエンジンに分かれてるんだけど、ラジエーターには直接は繋がってないっていうですね。あ、もうわけわからんね。で、まあ、エンジンから2本、太いのが、ラジエーターまで行って、行き帰り。それから、ヒーターに行って、まずヒーターも、後ろのヒーター、後ろの座席用のヒーターね、あそこ見えてる。あそこを行っ
って通って前の座席のヒーター行って通ってそれから帰ってくるっていう感じです。まあとにかく複雑。もうどんだけ水路があるんやっちゅうぐらい。はい。まあそんな感じであのヒーターはまあ終わったんで、次はもういよいよ、ね、スーパーチャージャーいきます。ここにあるやつ。こいつをちょっと片付けようかなと思います。片付けるっていうかね、もう一回外しますこいつは。取れるもんを取っていって、もうこのエアコンの配管があるけんね、かなり邪魔っちゃ邪魔ないんだけど、これはここ。もう仕事しようかわからん、ホースが。一個、下側が緩まってなかった。あれ。もう取れるはずなんやけど。だから、紙根性とだけかな。あ、もうネジは効いてねえな。ネジは効いてないんで、あとはこじるだけ。ほれ、これ出てこい。エアコンの配管があるんやな。はい。よいしょ。ああ。よし。どうやって抜く？これまあ抜くのは抜けたとしても入れるの入れてるかな？出てこ。あとちょっとが出てこん。腹立つわ、ほんと。下か、やっぱ。何がこんなガチャガチャ当たりなんだ、これ。この音や。なんか、まあ別にオイルがこっからこぼれてくる感じじゃないんやけど、この音やな。タプンタプンよね。これかな。やっぱこれっぽいな。ドレインボルトっぽいもんな、これ。あれ？こっちがプーリーついてるっていうこと。上やったんか。上についちゃったんやな、多分。こんな感じで多分入っちゃったと思うんで、上側にドレインボルトがあるんやな。で、上から吸い出すっていうやり方。あ、オイルが出てくるんでしょうか。出てこないんでしょうか。なんかこれドレインボルト、ワッシャーついてる。よいしょ。ああ、まあ特に汚れてるっていう感じではないわね。
この音が気になるけどね、ポヨンポヨン言うの。特になんかこのベアリングがガタが来てる感じはないんやけどね、ゴロゴロしてるっていう感じはせんのよね。とりあえずオイル入れようか。さあ、いよいよちょっと元に戻しきらんかもしれんけど、まあなんとか頑張って元戻さんとな、どうしようもねえよな。もう どっち向きがどうなってたかもさっぱりわからないけど、多分こうなんよな。これ外さんでもオイル抜けたな。はい、なんとか多分元通りになったと思う。部品も余ってないんで、ああ余ってるわ。はい、終わりました。スーパーチャージャーの、スーパーチャージャーを取り外してオイル全部抜いて新しいオイル入れて、それから曇ってた、それからまあもう元に戻したっていうだけです。別にあのスーパーチャージャーをどうにかしたとかそんなのはないですね。うん、まあもうどうしようもならんわね、あれはね。まあどうやろうな、ベアリングガタが来とったらリビルドに出すか、まあ同じような程度のいいやつを、まあ、付け替える。もう手順は分かったんでなんとなくパパッとできるんじゃないかなと思うんやけど、後から分かったことやけど、オイル交換だけやったら上から吸い出して新しいオイル入れればよかったんやけど、もう丸見えであるんでね、オイルのドレーンが。まあ上向きなんやけど。だから吸い出さんといかんのやけどね。さあ、今から、スーパーチャージャーのね、オイル変えて、あのガラガラ音が止まったのかどうか、やってみたいと思います。まあ止まればラッキー。止まらんかったら、まあそれはしょうがない。ダメでしたね。あの何の変化もないですね。オイル変えた後と変える前と、もう音の差は全くない状態ですね。なんでまあオイルではまあまあまあそりゃそうやわね。あんな音がね、オイルで治るとは思えん、ね。まあ治ればよかったけどね。
はい、ということで、この車もうスーパーチャージャー本体がもうダメということで、リビルド業者に一応問い合わせはしてみたんやけど、この形のサンバ、このモデルスーパーチャージャーはリビルドの取り扱いがないっていうことで、まあ参ったなって感じですね。まあ気長にね、このタイプのまあ10万キロ以下ぐらいの走行距離の取り外しのスーパーチャージャーが単体でね、もしあればまあそれ取り替えるっていう形になるかなと思います。大方ね、オイル漏れも全然なく、止まった。それからヒーターもまあ効くようになった。まああとはね、スーパーチャージャーはもう車検はちょっとどうかなっていうとこやけど、もうベルトをちょっと外していくかどうかして、車検に持っていく。あんまりガラガラ言うとね、うんって思われると なんなんで。で、まあ、あと内装はまあシートは取り付けていかんといかんし、あとはそうやな、テールランプとか、ウォッシャー液とか、ワイパーとか、工軸とか、まあ、その辺の、車検の整備を進めて、今月中ぐらいには車検受けたいなと思います。まあ、とりあえず、なんとかね、もうこれで諦めがつくんでね、オイル変えて、音が直らんかったらもう諦めがつくんで、これでもうスーパーチャージャーはもう一旦ちょっと終わります。また品物があれば交換するっていう形になると思います。はい、まあ、今後もこれ車検に向けて整備していきますので、これからも応援のよろしくお願いします。はい、以上です。ありがとうございました。